光岳は赤石山脈南部の標高2592メートルの山である。日本百名山に選定されている。富士山南斜面の同じ標高の地点よりも井戸にして、わずか10秒、距離に換算して300メートルほど南に位置し、2500メートルを超える山としては日本の最南端にある。国内には光岳より南に、それより高い地点はない。 山頂部がわずかに森林限界を越えており、廃抹及び鉱山帯植生の分布の南限及び大腸の生息地の南限にあたることでも知られている。山の上部は南アルプス国立公園内に指定されていて、その最南端の山である。南東部の津賀などの新葉樹林帯は1976年3月22日に環境省により、 大井川源流部原生林自然環境保全地域に指定されている。山頂のすぐ東には光小屋の山小屋があり、イザルガ岳との間の全次毛原は二重両線となっていて、周氷河地形の名残である、窪地上の気候上土の地形が見られる。周辺では、シキの金梅、白山風ソ細葉鳥カブトなどの鉱山植物が見られる。光岩周辺では、 蝶のスケや南アルプスの固有種である、宮間紫などの群生地がある。伊川村市では、三住学派阿部、灰原、下稲三群の間にありりと記され、かつては三住学と呼ばれていた。山頂の南西直下に、遠州側から遠望した時に夕日に照らされて、白く光って見える、光岩と呼ばれる、石灰岩の岩峰があり、これが、三名の由来である。 明治期に陸地測量部測量官が名付けた。日本産学会の高藤神兵衛らが赤石だけから重装した際に、その参考記録の産学第5年第1号でこの3名を三隅学と記した。旧制静岡高等学校産学部が全寺家原の東端で野営したことを記念に、その場所が清高平と名付けられた。1930年に田中木材門路、 工藤英治らが、榎木田優作らのガイドと共に、大井川の支流の林長沢を初速行した、その源流が、優作拓と名付けられた。1952年夏に、深田久也が、友人と二人で、駅老渡しから登頂した。伊沢家だけから、光だけにかけての廃末帯には、雷鳥が生息し、その難源となっている登山道は聖岳、茶臼岳方面から、 南アルプスの主重走路が山頂を通過して、スマタ川源流の登山口に至る。長野県側の駅路はあしから移路だけを経て、登頂するルートや、静岡県側のスマタ橋温泉から上記の芝沢り橋を経て登頂する、ルートなどがある。ただし、スマタ橋温泉から登る場合は、スマタ川左岸林道を10時間ほど歩かなければ、ならない。また、崩壊も進んでいる。 山頂は樹林に覆われていて、展望は良くない。南アルプス南部の奥深い位置にあり、北岳周辺の北部の山と比べ訪れる人は、少なく、日本百名山東派の最後の山とする人もいる。登山道で日本カムシカや日本ジカが見られることがある。色岳、三吉平と前寺家原との間には、旧正静岡高等学校山岳部の登頂に、由来する聖高平があり、 花畑や水場が登山者に親しまれている。チャウス岳の北東下にあるチャウス湖や静岡登山口や両線上には山小屋とキャンプ指定地がある。登山シーズン中の一部の期間に友人の営業を行っている。最寄りの山小屋は光小屋でキャンプ指定地が併設されている。1966年に開設され、1998年に3代目の 新しい2階建ての小屋となった。食事提供は全員50歳以上かつ3名以下のグループで午後3時までに手続きを行った登山者に対してのみ行うというユニークな条件を設定している。南アルプス国立公園内であり、キャンプ指定地を除き全山爆へ禁止となっている。営業期間外は避難小屋として一部が開放されている。 長野県側静岡県側赤石山脈南部の狩猟線上にある。山頂から東約1 2トルにはイザルケ岳がある。山頂から西約2 7トルにはモ森山がある。聖岳から望む光岳周辺の赤石山脈の両線太平洋へと流れる以下の河川の源流部にある。ありがとうございます。